はい、皆さんこんにちは、ワナルミルビジです。では今回は銀河英雄伝説4EX、自由惑星同盟側でのプレイ続けていきたいと思います。で、まあ、ランプとヤンにね、フォーカスしてプレイをしているんですけども、今回はね、まあ、前回最後にイゼルロン攻防戦で、まあ、オフレッサーがね攻め込んできていたという中、シェンコップ、イゼルロン要塞防衛司令官がラップの艦隊を巻き込む形で要塞手法トゥールハンマーをぶっ放すというね、まあ、大惨事大事故が起きたんで、まあ、ラップとシェンコップの間大丈夫かなという気がするんですけども、まあね、仲違いが起きなければいいかなというふうに思っています。で、今回はね、まず最初に帝国領侵攻作戦を行っていきたいんですが、まず目標とするのが一つここシャンタン、そしてもう一つがここシャーヘン、この二つを取る、ここまで進撃するというのを、一つ目標にしたいと思っています。特にシャンタウですね。シャンタウまで行けば、あとフレイヤとバーラトというところで、オーディンという形でもう目と鼻の先まで近づけると。ただし、その前にね、やっぱり帝国軍の優秀な、艦隊がずらっと並んでいるので、これらの艦隊をね、やっぱり葬り去っていかなきゃいけないので、そこはしっかりやっていきたいと思っています。では、軍事作戦を発動していきましょう。まずはアムリツァーに、まあ、6個艦隊派遣をしていきましょうか。で、艦隊出撃をね、させていきます。で、出撃する艦隊ですが、まずはシトベ。で、あとはエルファシルに入っているアルサレム。で、あとは、ビューコック。さらに、ウランフ。この艦隊を出します。で、さらにイゼルロンから、ヤンとラップも出しましょう。まあ、ムライがね、パエッタとロボスも出しましょうよと言ってきてますが、まあ、ここは、一旦無視しましょう。ハムリッツァーにウランフとビュコクが先に到着したか。ちょっと待ってね、大群だな。さらにイゼルローンにも敵艦隊。待ってね、アムリッツァーの方の敵艦隊多いね。メルカッツ、ミッケンベルガー、レンデン、ケンプ。いや、主力中の主力となると、まず艦隊出撃でアムリッツァーの方から艦隊を引き上げましょう。ビコックも、おー、意外と粘ってるね。ウランフは、ウランフは撤退だな。ただウランフを撤退させるとなると、ビューコックが一人で残る形になるので、まあ、それはビューコック無理でしょうよ、という話になるので、両艦隊を引き上げましょう。で、エルファシルにいる艦隊、もう一つ、パストーレの艦隊がいるので、このパストーレの艦隊を出しましょう。さらに、今、バーラトにいる。どうだろうな。ムーア、チュン、ルガン。チュンはいいよ、チュンは。チュンの艦隊は、解体しましょう。解体しても、解体してもね、作りたがりますからね。あとは、同盟軍側で言うと、クグルスリーの艦隊はどこにいる？今、ボレビットにいるという話だね。オレビットにいるのか。ちょっとここに置いとくのもったいないよな。クブルスリーに、ルフェーブル、両艦隊。そしたら一度、艦隊出撃って、クブルスリーの艦隊を出しますか。アムリッ
ツアーは相変わらず艦隊数多いんだな。お、ビュコックが大将に昇進ですね。では、艦隊出撃、アームリッツァーの方に、あえたロボスなんてどうでもいい。あえたロボスは撤回して、ヤン。そしてラップ。また、しかもシェーンコップか。シェーンコップも、ろくでもない艦隊を作り出すからな。さあ、アムリッツァーの回戦ですね。シュトレ、アルサレム、ヤン、ラップ。アルサレムの艦隊のところはね、きっと、ホーク巡将が入ってるんじゃないかな。そうだね、ホーク巡将が入ってますね。モートン少将。モートンは機動、攻撃、防御とバランスがすごくいいですね。で、ホーク巡将は、さすが運営は高いね。ただ、ホークはね、ここには出ていない隠れからパラメーターで、安定度っていうパラメーターがあるんですけど、そのパラメーターが脅威のゼロ。つまり全く安定感がないっていうね。で、あとパトリチェフ。パトリチェフは陸戦がもうちょっと高くてもいいイメージはありますけどね。まあ、ただ、巨漢に似合わず運営、情報、非常に高いですね。パトリチェフもね、まあ、本来だったら、少将とか中将とかに格上げして、どんどん艦隊の指揮を取ってもらいたいというところではありますよね。さあ、では敵の艦隊見ましょう。14艦隊はミッターマイヤーか。ミッターマイヤーの艦隊だったら潰しておきたい。おそらく敵は、各拠点に散らばってると思うので、各惑星って言った方がいいのかな？なので、確実に格好撃破をしていきましょう。ミッターマイヤー艦隊はね、迎撃を済ませました。なので、まずは敵のね、惑星を掌握していきましょう。一つ目は取りましたね。じゃあ次だ。次はどこを取るかなんですが、ちょっと音が止まってしまってますけども、そしたら、モールゲンの方に回りましょうか。全艦隊、モールゲンへと、開港していきます。ちょっとラップがね、元気がないというか、艦隊が傷ついてしまっているのと、アルサレムの艦隊もね、士気が低下しているので、ちょっとそこだけ注意が必要かなとは思います。いやー、ヤンの防御が104に上がっている。さすがだな。そしたら、艦隊ですね。シュトレの方は、一度撤退していきましょう。で、代わりに今ティアマトに艦隊入ってるビューコックは、出せるね。ビューコック、ウランフはちょっと厳しいかな。そしたら、まず
艦隊、中流、ギアマト。で、ここに入ってるウランフを一度解除して、戻しましょう。で、代わりにハイネセンに入っている艦隊の中から、ムーアかな、チュンがまだ艦隊作ってるからな。チュンの艦隊を、ギアマト、チュンじゃない。ムーア、前線に配置しましょう。まあ、ティアマトに配置ですね。で、あとは今、イゼルローンに、パストーレ、アップルトンがアムリッツァに次のターンでやってきてくれるね。で、アップルトンの艦隊はちょっと出しましょうか。艦隊出撃。アムリッツァにアップルトン。で、クルブスリーはどこにいるかというと、ちょっと艦隊の位置確認していきますね。クブルスリーは今、芝生系に来ているな。では、時間を進めます。アムリッツァーね、取ってもらいましょう。うわ、また予算不足になってるよ。ロボスも地味に、艦隊の士気上げてますね。そしたらここで軍事作戦、ボーデンに、進行作戦を、誰だお前。お待ちください、閣下。敵地のただ中に飛び込んでは、兵の士気をいたずらに下げるばかり。まあそうだよね。ちなみに誰だったんだ、今。この、シドニー一人に意見愚心したのは。誰だったんだ。ちょっと気になるので確認したい。士官。艦隊の幕僚ですね。第一艦隊の艦隊幕僚をちょっと確認していきましょうか。職責。第一艦隊の艦隊幕僚。ロックウェルだね。ロックウェルでしたね。言うな、ロックウェル。ちゃんとした意見ができましたね、ロックウェル。まあ確かにまだアムリッツァは取ってない時点でボーデン攻略作戦をね、発動する。それはいかがなものですかっていうロックウェルの、まあ、進言は、ごもっともです、という話ですよね。さあ、アムリッツァの方は、どうなっている?ちょっと確認していきましょう。敵の艦隊、味方の艦隊、ともにわからない状態。本当に?イゼルローンの方に、そうか、みんな戻ってきちゃってるんだよね、結局。金がないから。これは、まあ、いささか仕方がないところかなとは思います。何?イゼルローンに敵艦隊?ちょっと待ってくれ。イゼルローンに敵艦隊。ホーゲルが、まあ、ホーゲルだからいいっちゃいいけどな。まあ、ただ怖いは怖いよね。ディアマトにいるクブルスリー・ビュコック。クブルスリー・ビュコックが次のターン入ってくるので大丈夫でしょう。ホーゲル艦隊はどこに行ったんだ?それにしても。アッテンボローの防御が86に上がりましたね。気になるイゼルローンの敵艦隊はいなくなっている。じゃあ、アムリッツァの味方の艦隊ですね。クブルスリーは、巡航艦がゼロになってるけど、まだ戦えるね。パストレン、もう大丈夫です。アップルトン、もう大丈夫。アルサレムがちょっと危ないかな。ヤンは、工作艦がゼロだけど、まだ戦えるね。ラップがちょっと危ないか。ラップの功績値、13000。13000だとまだきっと取れないんだよね。大将へは。いや、敵の艦隊もそれなりに数出てるからな。味方の艦隊が壊滅しなければいいんだけど。アッテンボローは順調に、それにしても力伸ばしてるね。アップルトンも、軌道が74。パストーレ、軌道64。ポプランが軌道が上がってもっていうのはあるけど、ポプランに関しては空戦をね、さらに上げてほしいですよね。ラップが統率77に上がりましたね。ちなみにシトレは今どこにいるんだ?
シャムシードにいて、ハイネ戦へ帰還途中ですね。艦隊出撃。アームリッツァー。6個艦隊出ていて、クブルスリー、バストーレ。まあ、一旦ここは任せますが、本当はね、シトレをアームリッツァーに出して、艦隊戦を見たかったんですけど、ちょっとそういう状況ではないので。アームリッツァーの作戦中止か、やん。らしくない、却下だ。アームリッツァーの敵艦隊を壊滅させてからにしろ。ポプランが防御が上がっている。そして、ヤンが攻撃100。いや、ヤンがどんどん能力値が跳ね上がってるな。敵艦隊はわからないんだよな。ウラン副大将ですね。ウラン副は大将に上がりましたからね。アムリッツァーの戦闘で勝利できるかどうかというのは結構重要なファクターだからね。ビューコックとムーア。ビューコックの艦隊も一度戻しますか。で、代わりにハイネセンから艦隊出しましょう。ハイネセンで言うと、ウランフの艦隊が戻れるね。ウランフとビューコックをじゃあちょっと入れ替えます。艦隊駐留で、ティアマトに入っているビューコック。これを一度、ハイネセンに戻して、艦隊を補充させましょう。で、代わりにウランフを前線に戻します。ウランフは大将に昇格してますからね。ちょっと音がなくて寂しい感じになっちゃってると思うんですけど、前もお話ししてる通り、Windows 7で無理やり古いゲームを動かしてるので、たまにね、こういうことが起きちゃうんですよね。アムリッツァーはもう限界？これ。ちょっと見ると厳しそうだよね。ラップは？そしたら、ヤンとラップ。ヤンとラップを一度撤退させましょう。アルサレムもちょっと危ないよね。アップルトンはまだ戦える。バストーレもまだまだ戦えるね。クブルスリーもちょっと危ない。そしたら、軍事作戦を一度、しょうがない。作戦を中止しましょう。で、イゼルローンの駐留艦隊も一度ヤンとラップを戻します。イゼルローンの艦隊でヤンとラップ。アップルトンはそのまま残しておいていいでしょう。で、もう一つ。ここのクブルスリーも一度解除して戻しましょう。で、代わりに、ここ、ルジアーナにどっかの艦隊をやっぱり駐留させておく必要があるので、ここに駐留させる艦隊をどうしようかな。まあ、チューンはないから、バエッタを艦隊駐留させておきましょう。いやー、帝国軍もやっぱり守り堅いよね。アムリッツァーがね、ちょっとやっぱ取れなかったですね。で、アップルトンが中将から大将に昇進。それに伴って幕僚のニルソン。グリーンヒルが、そうか。今、フレデリカがアップルトンの配下にいるんだね。大尉に昇進です。で、ちょっと艦隊駐留しているっていうところで言うと、各艦隊、ダメージ出てるところがないかどうかは、しっかり確認をしていきましょう。いざという時にね、出足が遅いということになりかねないので。イゼルローンに入っている今艦隊、アップルトンの第8艦隊は、ちょっと危ないといえば危ないな。アップルトンの艦隊も、一度入れ替えを検討した方がいいかもしれないですね。ムーアは大丈夫ですね。エルファシルは？艦隊。パストーレ。そして、アルサレム。まあ大丈夫ですね。
アップルドンの艦隊だけちょっと注意しておきましょう。お、クブルスリーが大将に昇進ですね。おめでとう。で、コーネフ。中3に昇進。待って。コーネフが先に中3に昇進したってことは、ポプランはどうなってるんだっけ？お、ラップが、やっと大将に昇進。これはなんか嬉しいな。じゃあ、ポプランの、ちょっと今の階級、確認しましょうか、ポプラン。ポプランの階級は、ああ、ポプラン少佐だよ。先に持ってかれたね。コーネフに。ポプランとしては悔しいでしょう。で、工作艦の数と攻撃空母の数が全然足りてないですね。となると、ラップの方は艦隊の補充ができてないんじゃないの？できてないね。なんとも言えない感じだけど、そうすると艦隊の編成を見直しましょうか、一旦。艦隊。特にラップの艦隊ですね。ラップの艦隊で、攻撃空母がちょっと数が全然足りていないという実情があるので、前に並べるのを戦艦で並べましょう。これでいきます。で、艦隊駐留で、イゼルローに、再びヤン。いや、もうヤンとラップはどんどん栄達していくからね。さらに、今、ハイネセンにいる艦隊、見ると、ビューコック、クブルスリー、ルグランジュ、ボロディン、まあ、この辺りの艦隊を組織して、一度軍事作戦、アームリッツァーに、再び6個艦隊を送りましょうか。で、艦隊出撃。アームリッツァーの方に、まあ、シュトレも出しましょう。今回はね。で、あとは、このハイネセンにいる艦隊から3つほど選びましょう。クブルスリー、ビュコック、ルグランジュでいきますか？艦隊、出撃。クブルスリー、ビュコック。そして、ルグランジュ。で、ゴズメとしてね、ヤンたちを送り込んでいくという形を想定します。で、今、そうすると、首都整形、バーラと、その首都制に当たるハイネセに残っているのが、チューン・ボロディン・ロボス。になりますね。まあ、3個艦隊残しておけばいいかな。で、あとは、チュンの艦隊は、またね、チュンが、艦隊を作るって言い出すと思うんですけど、解散します。またチュンの艦隊が創設されたよ。何なんだよ、チュンは、本当に。イゼルローンで敵艦隊か。イゼルローンに敵艦隊。敵の艦隊は？オフレッサーの艦隊。うお、オフレッサーの艦隊が来てる。ちょっと怖いぞ、これ。そうすると、軍事作戦提案して、イゼルローンに、艦隊を急いで出さないと怖い。オフレッサーが、占拠コマンドで、イゼルローンを奪い取る可能性があるからね。まあ一応確か、占拠コマンドを持っているかん、あの防衛司令官を配備しておけば、カウンターで占拠されないようにすることができたような気がするんですが、それにしたって怖いからね。ムーア、ウランフ、両艦隊を出して、しっかりイゼルローンを守りましょう。
で、あと、これを機にせっかくなんでね、忘れないうちに、ヤンのところに、今ヤンは出撃予定となっているけど、ちょっと待ってね、ヤンが今どこにいるか、何をしたかったかというと、ヤンのところにユリアンを入れようと思ったんですが、今、ティアマトにいるんだな。ちょっとじゃあこのまま、待ちましょう。イゼルローンに到着しましたね。そしたらここで思い切って人事をね、変えていきます。まずは、ガタイ。ヤンのところですね。ヤン。ヤンのところに、新任でミンツ。まあ、ユリアンのことですね。で、あとは、ポプラン、ブルーマルド、アッテンボロー、ムライ。この辺り全員必要だからな。本当はね、フレデリカを入れておきたいんですけど、入れる余裕がない。で、他、艦隊。ラップのところももう入れる余裕ないからね、要力が。バグダッシュ、マリノ、グエン。いやー、どれも必要だ。となると、どうにもならないよね。じゃあ、軍事作戦、アムリッツァーに、6個艦隊。入れるので、艦隊出撃ですね。アムリッツァーの方に、ヤン。そして、ラップ。そして、シトレ。で、クブルスリーも入れましょう。で、ビュコックも入れる。もう選べないか。これで、喫下士6個艦隊ですね。では、アムリッツァーの方に艦隊を出します。いやー、ヤンの防御どんどん上がっていくな。イゼルローンに今艦隊は？ムーはアップルトン・ウランフ。ムーはアップルトン・ウランフ。艦隊出撃で、ムーはアップルトン・ウランフを入れたいので、ムーはアップルトン・ウランフ。ムーはアップルトン・ウランフはちょっと今はいられられないよね。なので、これでいきます。アムリッツァーの方の敵の艦隊はどうなってるんだろう。敵の艦隊の様子が全く出てこないので、本当にシトレがね、ここに入りたいですね。で、アムリッツァーの艦隊なんですが、味方の艦隊もだいぶ傷ついていそうなので、ちょっと艦隊確認しましょう。ムーアは大丈夫だね。ヤン・ラップ。ヤン・ラップがもう無理だ。特にヤンが厳しいね。ヤンに関しては艦隊出撃を取りやめましょう。ヤン。ヤンは一旦下げて、ヤンは下げたい。ちょっと待ってね。艦隊出撃アムリッツァーで、ヤンを解除して、代わりにウランフを入れましょう。アムリッツァーはもうこの例を機にちょっとやっぱり取ってしまいたいので、もうここでずっとね、戦いをうだ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 やってるので。ホークがイゼルローンの作戦を、提案工作を使って潰しに来たな。お、アムリッツァに艦隊が入りましたね。ようやく。大艦隊で攻撃を仕掛けているという状態。で、軍事作戦。で、7個艦隊にしてシュトレをやっぱり出したい。どうしても。何なんだろうね、シュトレがなかなか前線に行けない理由は。まあ、統合作戦本部長という、その任務のね、性格はもちろんあると思うんですけど、
艦隊出撃、アームリッツァーにシュトレ。これで今、アムリッツァーに入っているのが、ムーア、アップルトン、ウラン、モロディン、ラップ、ロボスですね。で、イゼルローンは、ヤンが今も持っているものの、艦隊がちょっと厳しいよな。ヤンを一度また、ハイネセンに返しましょう。こればっかりやってますけど。アルレサイムにカールセン。まあ、これはヤンの提案とはいえ却下だ。イゼルローンに敵艦隊。ここで敵艦隊か。大丈夫か。ティアマトにいる艦隊を急いで出そう。いや、ヤンじゃねえか、今。ティアマトにいるのが。いや、イゼルローンが危ないですよね、これ。またオフレッサーじゃねえだろうな。レンネンか。まあ、レンネンだったら、大丈夫かな。ここはしっかりアムリッツァーで敵艦隊を葬り去っておきたい。ただ、ちょっと待って、よく考えたら連年艦夫の配下にいるその士官が誰かにもよるよね。最悪、食らう可能性ありますからね。選挙コマンド。ラップももうちょっと厳しいな。ラップ、アップルトンは、艦隊引き上げですね。いや、もうだいぶ長期戦だからな。まあ、ただ帝国の方はどうなんでしょうね。帝国の方もなかなかきつそうな気はしますけど。アムリッツァーの方の艦隊戦が見たいんだけど見れない。ウランフ、ムーア、ロボス。みんなちょっとずつ上がってますね。能力が。で、リンツが大佐に昇進。これ、リンツ大佐になったこの時点で、ローゼンリッターの隊長になるに相応しい階級に上がりましたよね。さあ、アムリッツァーで敵艦隊を壊滅させたい。アムリッツァーからムーア・ボルディンを撤収させるという話だな。シュトレが来れば、まあ、決するとは思うんですけどね、戦い自体は。よし、アムリッツァ、ようやく取りましたね。アムリッツァ、回戦。なんとか勝利ですね。アムリッツァの方に入ってる艦隊ですが、ウランフ、ロボス、両艦隊。損害状況を見ると、まあ、まだ戦えるかなという状況ですけど、もし帝国軍が大艦隊を送り込んできた場合は、ちょっと厳しいかなという状況。で、帝国の方ですが、ちょっと、どれくらい倒してるかを確認していきましょう。まずは、クナプシュタイン。クナプシュタインを葬り去ってるね。シュラー少将。シュラーはちょっとわからないな。まあ、ただ、葬り去っている。シュライヤー少将もちょっとわからない。けど、葬り去ってるね。で、あとは、ディッターズ・ドルフ中将。葬り去ってる。パトリッケン中将も葬り去った。レムラーも葬り去ったんだね。レムラーは陸戦強い。あ、そうですよね。陸戦強いですよね。89を葬り去っているという感じか。うん。悪くはない。負傷させているのがアイゼナッハ。倒せなかったか。オフレッサー。ケンプ。うん、ケンプが元帥になってる。マジか。マーリンドルフ、ミッターマイヤー、ミュッケンベルガ、ランズベルク、リュッケ。まあ、この辺は全部取り逃しですね。本来だったら、葬り去りたかったところなんですが、まあ、残念ながら、生き残ってますね。で、同盟の方は、どうなってるかというと、ホウウと、バウンスゴール。
このあたりが、まあ、死んでいるという感じですね。で、アッテンボローが、ちょっと、怪我をしちゃってるんだね。コーネフも怪我をしている。チェン。ムライ。ってことは、ヤンの艦隊もちょっと攻撃を受けたってことだな。国家元首ってこれトリュニヒトなんですかね。なんかそんな雰囲気に見えますけど。国家元首としか書いてないから。なんとも言えないけど。いや、なかなか葬り去ることができていない。ちょっと難しいですね。じゃあ、最後に忘れないうちにアムリッツァーの方に艦隊を送りたいので、クブルスリー、ビュコック、ルグランジュ、2、5、11の艦隊を出しておきます。で、中流艦隊から一旦ラップを外して、ラップはね、ハイネセンに一度戻ってもらいましょう。で、同じ意味で、まあ、なんだかんだアップルトンもずっと駐留してたんで、アップルトンも一度戻しましょう。はい。ではね、今回アムリッツァーの戦いご覧いただきましたが、次回はボーデン。ここにね、進行をかけていきたいというふうに思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、チャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。